能登半島地震の被災者に仕事を斡旋しようと石川県人材事業協議会が今日人材派遣業や職業紹介事業者に対し説明会を開きました。この説明会は県の商工労働部の委託を受けた県人材事業協議会が人材派遣や職業紹介を行う企業を対象に開きました。 今日は加盟する49社のうち30社が参加し来月6日から加賀金沢小松の3カ所で順次被災者を対象とした仕事相談会を合わせて9回開くことなどが報告されましたそしてできるだけ早く被災者に求人情報を提供するためどのようなシステム作りを行っていくかなどについて説明がありました なお、人材事業協議会では、被災者に対する就業相談窓口を開設しています。電話番号、零七六二九四一零二零、零七六二九四一零二零までお問い合わせください。